皆さんこんにちは、こんばんは。新作の部屋の作でございます。グランツーリスモ7の時間がやってまいりました。そして先ほどアップデートバージョン 1.12 が実施されまして、全プレイヤーの皆さんに招待状がすべて開放されました。イエイ、おめでとうございます。ということで、私の方もですね、早速その招待状のうまみを味わいたくて、これからどんどんプレミアムカーを購入していこうかなと思っております。有効期限がありますので、その有効期限内に全車購入しておかないと、次またルーレット制度に戻るのかどうか、そのあたり全く分かりませんので、買えるうちに買っとこう。それが作詞マッハの考えです。いや、作詞マッハにもついにいろんなメーカーからインビテーションが来るということで、セレブになったな、さすがだ。まあ全員に届いてるんですけどね。ということで、今からディーラーの方に向かいたいと思います。レッツゴー。さあ、やってまいりました。ブランドセントラル正規ディーラーでございます。ここで一つ気づいたことがあります。今回7つのメーカー全車すべての招待状を配布しますということですが、招待状制度があった車ってヨーロッパ車だけだったんですね。アメリカとアジアパシフィック、いい車あるんですけども、ここには招待状なかったんですね。ということで、今からですね、ヨーロッパの方に行きたいと思います。そして私、なぜ本日トップページにランボ V12 ビジョングランツーリスモを持ってきたかと言いますと、そうなんです、こちらのランボルギーニ、この中にですね、1台だけ招待状でしか手に入らない車がありました。もちろんフェラーリには3台、パガーニも1台、ポルシェも1台、その他もろもろということで、まあ、1台変えたり2台変えたり3台変えたりするんですが、ランボルギーニは1台のみでした。今日はそちらのランボルギーニを購入したいと思います。2013年の発表当時、世界最強のランボルギーニと言われたあの名車を購入したいと思います。さあ、やってきました。はい、ではですね、あ、まずこれショールーム裏館出てますけど、裏館ね、裏館テクニカ発表されました。おめでとうございます。はい、ということで、まあ、ランボルギーニシアンが発表されてからだったので、まあ、シアンっぽくなるんじゃないのと思ってたんですけど、本当にシアンっぽくなってて笑いましたびっくりしたわ。めちゃくちゃかっこよくなりましたね、あの裏館。あれは売れそうですね。ということで、ショールーム行きたいと思います。ではこの辺りは今回はスルーしまして、こちらになります。ランボルギーニヴェネーノということで、2014年式となりますね。3億6400万円ということで、まあ、こちらの方を今日購入したいと思います。いや、もうこの車最強ですから、本当にランボルギーニ界当時最強、まあ激レア度も一番最強だと思います。なんてたってランボルギーニシアンでも勝てないのは生産台数です。こちら世界限定3台ということで、3台を区別するのはこの下のね、赤いライン、緑のライン、そして白のライン、これがそれぞれ違います。それでは早速ね、これは赤いラインのモデルということなので、こちらの方を購入していきましょう。あれ、色3色になってる。あ、ちょっと待って、ちょっと待って3色ってこれマジで色変わるんじゃね。まさかこのシルバーのボディペイントが変わるわけじゃないよね。あ、来た来た。はい、これです皆さん。はい、これです、これです。これがね、世界に販売された3台のうち、この緑、ホワイト、赤、これがイタリアの緑、白、赤のトリコロールなんですけども、これがそれぞれ違います。なので色で言えば世界に1台みたいなもんです。この緑のラインが入った、アクセントラインが入ったヴェネーノは世界に1台ということになりますんで、これそれぞれのオーナーにね、行き渡っておりますんで、すごいですね。ちなみに3億6400万円だったんですけど、今9億か10億すると言われております。また他の、まあ、セレブリティな方がね、10億円でもいいから手放したら買いたいって言ってる方がおられます。そこで疑問があります。そのようなスーパーセレブの方、なぜこのランボルギーニヴェネーノが買えなかったんでしょうかね。不思議でたまりませんね。この世界トップレベルの3人は本当にすごい人だなということが分かりました。何色で買おうか何色で買おうか。これ選べると思わなかったな。おお、まあ個人的には最初赤色になってましたんで、もう赤で買おうかなと思います。今回は赤で買います。では早速説明の方を聞いてみたいと思います。ヴェネーノはランボルギーニ創立50周年の記念モデル。2013年のジュネーブ賞で発表されました。当初はジュネーブ賞のために1台だけ作られるモデルでした。そうなんですよ、そうなんですけども、もう熱狂的な大ファンが、なんとか売ってくれなんとか売ってくれと言って
まあ、3台だけ売るということになりました。2013年当時のレートで3億9900万円、後にもっと熱狂的な方がロードスターを作ってくれって言ってロードスター9台だけ作りました。ちなみにロードスターは4億3890万円ということで、まあほぼほぼ5億にしても6億にしても7億にしても即完売だったと、もうほぼほぼ意味のない値段ということになりますね。ですが情熱的なランボルギーニ愛好家がこの車を見逃すわけにが、噛んだわごめん見逃すわけがありません。わずか3台ですが市販モデルが作られることになったんです。後に9台のオープンモデルも市販されました。いずれもランボルギーニの歴史に残るお宝です。価格も当然桁外れです。はい、いやーよかった、ロードスターのこと先言っててよかったわ。いやいやよかった。ではこれ早速ね購入したいと思います。はい、では3億6400万円お買い上げ。いやーベネーノですね、これはすごい車だ。一気に上がるんじゃない、またはい40まで上がりました。レベルアップです。あ、私サクなのにレベル39をすっ飛ばしてしまったそれでは車図鑑で簡単に勉強してみましょう。限定生産わずか3台、ランボルギーニ創業50周年記念車。ベネーノは2013年のジュネーブ賞でお披露目されたスペシャルモデル。ランボルギーニ創業50周年を記念した限定生産のロードカーで、販売されたのはたった3台である。アベンタドールをベースに開発されたベネーノの特徴は、強烈なインパクトを与えるエクステリアデザインと、徹底的に煮詰められたエアロダイナミクス。V 字型に鋭く尖った極端に低いノーズやカナードなどを含むフロントセクションは、それ全体がフォーミュラーカーのウイングにも似た働きを持ちます。リアエンドに高くそびえる可動式リアウイングや巨大なリアディフューザー、ルーフからウイングまで続くシャークフィンなどと合わせて強力なダウンフォースを生み出し、コーナリングスピードを大きく高めています。はい、そうなんですね。これフォーミュラーカーとほぼほぼ一緒のエアロダイナミクスを持っているということで当時かなり有名になりました。で、まあエアインテークなどもそうなんですが、空力特性にかなり優れておりまして、このボンネットのデザインを見ていただいたらわかる通り、究極の空力特性を持ったランボルギーニと当時2013年発表時に言われておりました。いや、本当にすごいです。そして760馬力の 6.5 リッター V12 ということで、恐ろしい出力を持った車となりました。フルタイム 4WD にプッシュロッド式サスペンションのシャシー周り、6.5 リッター V12 エンジンに、7速2ペダルミッションのパワートレインという基本構成はアベンタドールと変わらないが、エンジンのパワーは750馬力まで引き上げられている。またカーボンモノコックをはじめとした軽量素材を多用する車作りがさらに推し進められた結果、車重はアベンタドールより125キロ軽い1450キロに収められた。0100 2.8秒、最高速355キロと、もちろんパフォーマンスに不足はない。はい、私760馬力まで引き上げられているというふうに習ったんですが、750なんですかね。はい、760と思っていました。大変失礼いたしました。そしてですね、0100 2.8、最高速355キロに関しては発表当時のままと全く同じです。125キロの軽量化で1450キロも間違いはありません。さすがでございます。この中になかったものとして補足しますと、内装のシートがすごいんですね。シートの方はフォージドコンポジットというもので、こちらの方はランボルギーニの特許素材となっております。次のガレージ内の画像でじっくりと見てみたいと思います。ランボルギーニベネーノ、もはや本物の F1 のようなレーシングカー。そして内装もレース車両のコックピットを彷彿とさせるデザインと性能に仕上げられているんですね。ちなみに内装至るところにカーボンが使われております。そのカーボン素材によって車両重量の低減を実現しています。特許技術と最先端素材によって仕上げられた内装でありながら、無駄な装飾は一切ありません。極力シンプルに作られています。そしてこのホイールも専用のホイールということで、非常に美しいですね。そしてフロント、効率的なダウンフォース発生を促すフロント、そしてリアの造形、またリアウイングに至るこのシャークフィンなんて、この全ての形が走行性能を高めるために計算し尽くされた上にたどり着いた結果となっているんですね。本当にすごいです。で、このシャシーやパーツの多くの部分に軽量で丈夫な素材であるカーボンファイバーが至るところに使用されておりまして、それによってベース車のアベンタドールより125キロも軽い車両重量となっているんですね。ということで今からじっくりとこちらの車を見つつ、
まずはこのノーマルのまま鈴鹿サーキットなんて走っちゃったらかっこいいんじゃないかなと思っております。そしてまた、どのようなパーツあるのか、カスタムパーツですね。そしてどのようなチューニングパーツがあるのか、じっくりと見ていきたいと思います。いやー、今から走っていくんですけども、かなりピーキーな予感するわ、これ。めちゃくちゃ運転難しそうな感じしますよ。それでは行きましょう。これね、初乗りですから、おそらく突っ込んだら完全にオーバーランスするだろうなと思いました。正直ね、スポーツミディアムめちゃくちゃ運転しにくいです。かなり難しいですね。では運転席視点で走ってみましょう。これ慣れればね、いい感じで走れるような気がしますね。ちょっと慣れるまでは結構大変ですね。はい、なかなかいい音していましたね。ただ GT7、 前回のアベンタドル 750SV、 こちらと同じなんですけども、ランボルギーニの V12 エンジンが少し音が高いような感じしますね、 GT7 では。うん、もう少し地響きが響き渡るような、こうお腹の底からゴーッと上がってくるような、なんかそういった音を感じるんですが、ベネンドでもあまりそこまでは感じなかったかなっていう。音はいいんですけどね。ということで実際にエクストリームから順に見ていきたいと思いますが、ほぼほぼ設定なしということで。ただいい感じかな。うん、カーボンセラミックブレーキはもともとカーボンセラミックブレーキなんだけど、まあどうしようかな。ブレーキキャリパーの色このままでいいと思います。今回は黒のままでいいと思いますよ。変に赤色にするよりは、そのままの方がいいんじゃないのかなと思ったりしております。そんなに変わりませんしね、標準装備でついておりますから大丈夫じゃないかなと思ったりしております。で、あとはですね、こちらのフルカスタマイズサスペンション、こちらの方を購入するぐらいかな。で、レーシングタイヤですね、レーシングタイヤのソフトなんか履いてればかなり速くなるんじゃないのかなと思っております。スポーツミディアムはちょっと無理ですねちょっと操作かなり難しいですね。で、あとはそうだな、レーシングマフラー多分入れたらいい音になると思うんだけど、結構こうね、エクステリアが変わってしまいそうな気がしますね。逆にどうなるか、むしろ見てみたいですよね。ベネーノにレーシングマフラーつけたらどうなるのかみたいなね、少し興味ありますよね。一回買ってみましょう。はい、買ってみてどんな感じに変わるのか、ちょっと見てみたいと思います。後悔しそうな気がするけど、大丈夫かな。はい、ではもうそれぐらいでいいんじゃないでしょうか。一応フルカスタムコンピューターだけは変えますけども、ターボチャージャーとかね、変えません。アンチラグシステムもないので、バリバリパンパン言わすことはできませんけど、まあこのベネノに関してはバリバリパンパン言わす車ではないのでね、その辺はちょっとどうかなと思ったりしますが、はい、駅マニだけ買っておきましょうか。それではですね、一旦 GT オートの方に向かいたいと思います。それでは GT オートです。まずはメンテナンス&サービスですね。ワイドボディになるとどうなるのかというのをまず見てみたいなと思っています。あ、ないですね。モディファイできませんね。ワイドボディ化はできません。やっぱりそうですね、もともとワイドボディになってるようなもんですから、うん、さすがにできないか。まあこういうのできてもいいなと思いますけどね、ゲームなんですからね。ということはこれもしかするとカスタムパーツもほぼない可能性があります。それでは実際に確認してみましょう。さあどうでしょうか、カスタムパーツ。はい、カスタムパーツないないですね、全くもってないですね。いやー、これは少し残念でございますね。ウィングとかもまず変えれないということですね。ホイールは一応変えれます。ホイールも全部×かなと思ったんだけど、一応ホイールは変えれますね。はい、タイヤのペイントは消えないんですね。これはおそらくこれ色を変えようとすると前回みたいに出そうですね。色消えますよみたいな、なんかそんな感じ
になりそうですね。はい、カスタムパーツありません。ではレーシングパーツ、ボンネットピン、これつけれるんだ。つけれるけど、これはつけちゃダメだよね。これはつけたらダメですよ。牽引フック、いや、これつけたいけどつけたらダメでしょう。これはね、後ろどこついてんの。あ、左か。はいはい。あ、え、マフラーのあれ変わってないね。レーシングマフラー入れたけど、マフラーのあれが変わってないぞ。え、これは変わらないのかな大人の事情で変わらないのかな、これ。エクステリアの外観は変わらないんでしょうか。まあ、後でいいか。はい、ライトバルブですね。これは、まあ、標準パーツがついておりますが、この車だったらね、スーパークールがありだと思います。スーパークールにしましょう。いいですね。カスタムパーツが安いんでいいですね。これザ・クルー2とかだったらめちゃくちゃ高いからね、こういうハイパーカーになると。では、ナンバープレートです。ナンバープレートは、あー、これはタイプ A つけちゃダメなやつですね。これは絶対つけちゃダメだ。フロントレスですね。リアもあんまりつけない方がいいんですけども、これ標準だったらリアは？あ、リアついてないのか、リアも。そうなのか。しかもグランツーリスモとか、そのベネーノっていうロゴすら入ってないんですね。これは少し残念ですね。ただ、まあ、フロントもリアも何もないっていうのもちょっとね、あれなんですけども、一応日本を走ってる体で、タイプ A のフロントレスぐらいはつけとこうかなと思います。あえてナンバーがついたらこうなりますよ、みたいなね。はい。まあ、もしかするとリバリーで、作ってしまうかもしれません、ナンバーをね。点々サンキューとか作るかもしれませんので。いや、すごいですね。そしてフロントグリル。これはパーツありません。キャリパーカラーもありません。いやー、そりゃそうでしょう。さあ、では、あとはですね、車高の方を調整するだけです。フロントはもう70ギリギリまで行きたいと思います。で、こちらの方は75ですね。はい。このバランスを崩さないようにしたいと思います。で、計測すると、はい、3.5 ぐらい増えたのかな。はい。約4増えました。766.23。それでは、ガレージに戻って、車の方を確認しましょう。いかがでしょうか？美しすぎる世界限定3台のランボルギーニベネーノ。いや、車高めっちゃ下げたな、これ。下がりすぎたような気がするけど、大丈夫か？めちゃくちゃ下がってるけど、これね、少し勾配きついところ行ったら火花散るんで、その辺気をつけないといけませんね。はい。センターコンソールにもトリコロール。かっこいいですよね、これ。これフェラーリでもね、作れるんですよ、これ。スペシャルオーダーすればこれ作ることできますんでね。こういうのもやっていきたいなと思っております。ホイールもかっこいい。で、今回はあえてブレーキキャリパーは変えていません。これね、ブレーキキャリパー黒のまま、ホイールを主張させようかなと思いました。いやー、すごいな、このフロントノーズ。これほんと芸術作品ですね。リアもそうなんですけども。そして、マフラーの方どうなってるんでしょうか。あ、変わってない変わってない。はい。見た感じ変わってないですよ。皆さん、レーシングマフラー入れても、エクステリアのデザイン変わりませんよ。デザイン変わるなと思って、それを懸念して入れられてない、皆様おられましたら、入れても大丈夫ですよ、レーシングマフラー。ということで、今からですね、鈴鹿の方、再度走ってみたいと思います。いや、かなりピーキーになったというか、すげえいい音になったな。では実際に一周走ってみたいと思います。はい、あとですね、音がかなり良くなってますけど、レスポンスかなり良くなりましたね。シフトタイムがかなり向上したような気がしますね。それでは運転席視点でホームストレートまで走ってみたいと思います。それではカスタム後のリプレイです。
皆さんお疲れ様でした。サクの部屋に帰ってまいりました。お帰りなさい。さあ、というわけで今日は招待状でしか買うことができない車、ランボルギーニベネの、まずは1台目購入ということになりました。最高の気分であります。鈴鹿サーキット、いい音でしたね。やはりレーシングマフラー入れた方がランボルギーニの V12 モデル、かなりいい音になりそうな気がします。アベンタドールに関してはまだ購入しておりませんのでね、通常のモデルのアベンタドール LP700 に関してはまだ購入してないので分かりませんけども、前回の SV、 そして今回のベネーノともにレーシングマフラーを入れた方がより良い音となるということが分かりました。こんな感じでこれからどんどんレジェンダリーカーパピパパピーピープレジェンダリーパーツじゃなくてレジェンドカーディーラー、そしてこの招待状でしか買えない車など、これからどんどん買っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さん、本日もご視聴ありがとうございました。新サクの部屋のサクでした。よしよし、いい感じの在庫になってきた。すべて四つ星以上だ。それでは今日も全くの無言でいきたいと思います。ルーレット、無言だったらいいの当たりますよ。その法則を実践しましょう。やっぱりな、絶対来ると思ったわ、これ。絶対招待状当たると思った。もう、招待状もらったところに招待状いらんわ、マジで。マジで。絶対当たると思った。まあ、ただ、有効期限は少し伸びたね。